元モーニング娘。の辻のぞみが29日、東京、すみだ水族館で、お江戸のキングワンダーランド、オープニングイベントに出席し、前日28日に結婚を発表したサッカー日本代表の長谷部誠を祝福した。この日、水玉模様に金をあしらった浴衣姿で登場した辻は、長谷部について、昨日、携帯のニュースで見ました。サッカー大好きですし、結婚という文字を見ると、やっぱり嬉しい、と話した。辻自身は今年で結婚9年目を迎えた。長続きするコツを聞かれ、見て見ぬふりをすることかな。ちっちゃいこととか最初気になってたんですけど、もういいかなみたいな、服脱ぎっぱなしとか、言いたい気持ちもあるんですけど、交際が公になる前のデートに関しては、全然、私はそのまま、真っ黄色のワンピース着てました。そしたらメンバーに見つかりました、と笑顔で振り返っていた。